五条猫塚古墳は奈良県五条市西川地町に所在する古墳で奈良県指定の史跡である。五条猫塚古墳と表記されることもある。猛虎八型まびさしつけ兜をはじめとする様々な特色ある遺物が出土していることで知られている。五条猫塚古墳は五条市、根来集落の南約500メートルにある狭い谷間に点在する。 こんな異古墳群のうちの一基である。周囲には、猫塚古墳と同じような方墳が数多く存在する。墳丘の規模は一辺27メートル、高さは約5メートルである。1955年頃、墳丘が開墾され、その際、多くの遺物が掘り出された。たまたま、関西を訪れ、阿保氏義則の案内で、現地付近を視察していた。 後藤森一はこれらの遺物を見聞して、その驚きを当時、柏原考古学研究所の所長であった、末永正夫に手紙によって知らせている。知らせを受けた末永は、古墳の墳球は、開墾によって、半壊状態であったが、調査の必要を認め、阿保氏を調査担当者とし、発掘調査を実施している。墳球表面には、埴輪が巡っており、斜面には、 拳台の吹き石が敷き詰められていたのが明らかにされている。墳丘中央には全長点1 7メートルの縦穴式石室があった。石室内にはハニセイの枕がほぼ中央にあり、被走者は西北くらいに頭部を向けて葬られたようである。被走者の周りは甲中、帯金具、刀剣、矛などの武器を中心として多数の服装品で詰まっていた。 三点出土したまびさし。猛虎八型とは、猛虎付近の兜と、形式的に類似し、関連性があるのではないかと考えられ、名付けられたものである。他の二点の兜も混同性で混同と鉄を組み合わせ、前後左右に混同を張る、四方二と呼ばれる形式とものである。このような、きらびやかな兜は日本では、数例しか出土していないという。 さらに近同性透かし彫りかたいかなは、現代の革ベルトの表面を飾るものと考えてよく、トール彫りには、流門と採用文があるが、類例が少なく文様の構成から大陸との関係が深いものであろうと言われている。他に、特徴的な副装品としては、炭鉱具類いがある。それらはやっとこ、金ガネ、金とこ、砥石等があり、 全国でも出土例が非常に少ないものである。トライ系工人との関係なども伺われる資料である。このように古墳の規模はそれほど目立ったものではないにも、かかわらず、異物は海外との交流を明確に物語っている。しかも、古墳のある場所は、山とと木の川を中立ちにして、奇襲、大陸との交流が考えられることが指摘されている。なお、 本古墳出土の猛虎八型マビ差し付け株とは現在、奈良国立博物館に収蔵されている。奈良国立博物館では、研究班を組織して、出土遺物を中心に再検討を行い2005年に報告書を刊行した。ありがとうございます。